皆さん、こんにちは。ひろきです。今回は私のお酒コレクションの中から一つお酒を紹介させていただきたいと思います。いや、この東京の雪の降る中、アルコール度数の高いお酒をちょろっと飲んで、かーんと熱くなる。いいですね。はい、早速やってみましょう。はい、今回ご紹介するお酒は、ドランブイというお酒でございます。これはですね、イギリスはスコットランドのリキュールでして、ウイスキーをベースに蜂蜜とかそういう甘いものを混ぜた飲み物です。とっても有名ですね。カクテルにも使われていますね。よくクラシカルなカクテルにはよくドランブイ使われています。はいね。アルコール度数どのぐらいだったかな。あんまり高くなかったような。あ、 40%、 まあ普通ぐらいですかね。普通ちょっと低めぐらいですかね。はい、そうですね。はい、そんなものでございます。では早速飲んでみます。はい、いただきます。はい、せっかくなんでね、ウイスキーベースのやつなんで、シングルモルト用のウイスキー用のグラスでいただきます。寒いんでちょっと多めに入れちゃったかな。そんなことはないか。はい、よいしょ。それではいただきます。乾杯。あー、いい香り。甘い香りがします。甘い香り。あー、爽やか。濃くて爽やか。さすが売れ筋商品ですね。文句のつけどころのない味のバランス。シンプルなんですけどね。シンプルさがいいんですかね。あんまり、これはちょっと、なんか変な味がするわ、きついわ、みたいな人はあんまりいなさそうな飲み物ですね。はい。好きな人は好きとかじゃなくて、みんな好きみたいな感じの飲み物ですね。アルコール飲める人だったらね。美味しい。ああ、この雪の日にぴったり。ああ、ちょっといつもよりペース早く飲んじゃいました。美味しすぎて。スルスル行きすぎて。蜂蜜のせいですかね。はい。これですね、もう、簡単です。もう、酒屋さんで、リキュールも扱ってるところだったら大体置いてます。はい。あと、まあ、普通にアマゾンとかでも買えるんで、なんてことない、そんな珍しいもんじゃない。何年ものとか、そういうのもなんもない、はい。普通のリキュールなんで、簡単にお求めくださいませ。はい。じゃあ、今回は、紹介は以上となります。はい。参考になったよって方、ぜひいいねお願いいたします。あと、コメントもお待ちしております。ドランブイだったら、僕はこっちの方が好きだなとかでもいいんですよ。全然。そんなのでも構わないんで。あと、チャンネル登録もお待ちしております。ブラーン、ブラーン、ブラーン、ブラーン。酔っ払ってはいないですよ。はい。それでは、また、別の配信でお会いいたしましょう。さようならー。